まだ。はい、オッケー。皆さんこんばんは、ワドです。今日は何日 ?2019 年の1月の26?7?6。26日の夜の8時です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。ご飯何にしようか、のんちゃん。何がいいかな。音声と映像問題なかったら教えてください。何食べよう。何がいいかな。ちょっとレンズが曇ってるから、レンズ洗おう。レンズがね、すぐダメ。ホコリだらけなんです、この世の中は。ポイズン。ポイズンだよ。お、猫の目いらっしゃい。わどつ、皆さんわどつ。ダメだな。洗おう。一回洗ってくるわ。うん。そのんちゃんやってて。はーい。今日はご飯食べたらお片付けするよ。皆さん久しぶりです。こんばんは。これから食べます。もうさ、外寒いから出前取ろうかなとか思って、のんちゃん来たし。うん。ねえ、のんちゃん。うん。よいしょ。あ、みかんだ。いらっしゃい。みかんさん、いらっしゃい。来てくれてありがとうね。うん。寂しかったよ、すごい。全然俺のこと忘れてたでしょ。お、マリルボーン、こんばんは。こんばんは。何食べたい？食べたいもの言って、のんちゃん。寿司。お寿司。お寿司が食べたい。ぐらいしか思いつかない出前って言ったら、ピザと寿司と、あと何ある？ピザ、寿司、ケンタッキー。うん、うん、音音声問題ない？映像音声問題ない？ケンタッキーはで土日はやってくれないやつ。やってくんないんだっけ。うん。大丈夫だって。大丈夫？はいよ。オッケーかな。ヘビーに使ってるからレンズがすぐ曇る。しょうがないよね。うん。あ、こっちでコメント読めるんだ。うん。のんちゃん、参加する。よいしょ。どうかな、広角レンズ。綺麗になった。あ、なったかな。ちょっと真ん中くん、ちょっと真ん中曇りあるけど、しょうがないね、これは。仲いいよ。うん。仲良しだよ、俺とのんちゃんは。すげえ仲良し。ここになんか、この辺、あ、ここに筆屋があるのはなんだ。わー、ありがとう、ポンちゃん。ハート花火ありがとう。ハート花火ありがとう。ポンちゃん、ありがとう。
ハートナイス、ハートナイス、ありがとう。今日風呂入った。毎日入るんだよ、うん、毎日入らないとダメだよ。花火ありがとう。何しよっかな。お寿司、お寿司って気分ない、うん、寒いんだよね外。めちゃくちゃ寒いよ今日。めちゃくちゃ寒い。どんちき、うん、作ったって舞茸の天ぷらとか食いたいけど、天ぷらめんどくさいでしょ。油が今ね、ないの。買ってきてあげるよ、全然作ってくれんの。どうしたの、ペーサー。何か食べ、何食べようか、うん、はい、どうも、こんにちは。どんな感じで映ってんの。やっぱり光のここの影が入っちゃった。これ何なんだろう。KP ありがとう。 KP ありがとう。 KP ナイス。うわ、うん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ライトの問題な。腹ペコなのである。腹ペコ、うん、うん、料理配信か、うん、でもね、何か食べないとね、うん、何がいいかな、うん、ねえ、寂しがってたよ。なんだろうね、バーガーとかなんで表示されないんだろう、俺の方サムネと。バーガー、風船ナイス。コメントとバーガー表示されないんだよね。バーガーナイス。ハラペコだよんちゃんだよ。ほら、表示されない。本当だ、サムネが白い、うん、バグだよね、うん、うん、ホイコーローはね、今から作ると2時間ぐらいかかるの。お米炊いたりとか。マックは今朝食べたもんね。朝食べた。朝マック食べたから多分食べたくないと思うから。何がいいかな。鍋か、いいな。赤から鍋。何がいいかな。何食べよう。寿司って気分じゃないんだけど、寿司がいい？寿司しかないよ、もう。ないかな。うん、舞茸の天ぷら作りたいよね。うん。天ぷらめんどくさい、作んの。天ぷら鍋がない。天ぷら鍋あるよ、あの銅色の。あれね、IH できなかった。できなかった、うん、フライパンにドボドボって注いだらダメなのかな。いや、作んのめんどくさいでしょ。分かった分かった。うん、めんどくさいって。お寿司か。うーん、寿司って気分ないんだよな。うーん、なんかないかな。天ぷらそば食いてえな。のんちゃんかわいいよ、うん、ちっちゃいおばちゃんだから。そばの出前あるのかな。あるかな。探してみよう。うん、ちょっと待ってね。さっ、検索してくるから、のんちゃん放送やってて。あ、エビ天丼いいね。風船ナイス。あ、なにこれ。このアクセサリーは使用できない可能性があります。嘘、書いてある。なんだろう、なんだろう。充電器がね、ダメなんだよね。明けましておめでとうございます。なんなんだろうな。お、ナンバさんだ。はい、どうも、こんにちは。明けおめ。
今さら明け嫁。あ、のりこに言ってんのか。新年セクロスは秘密。顔が似てきたのかな。顔似てきた。似てるって。嘘、俺とのんちゃん、うん、似てるかな。のんちゃんは風邪だった。インフルは予防接種をしたから、多分インフルじゃない。はじめましてです。風船ありがとう。ナイス風船。ナイス。ストッパーかけてないよ。わあ、いっぱいコメントが来て大変だ。今の髪型似合ってる。ありがとう。兄弟みたいにだって。兄弟みたい、うん。あ、ミュウツーがのんちゃんのことディスってだって。なんだと、ミュウツーめ。祝電するぞ。俺さ、弁当買ってこようか。寒いけど。うん、何がいい？買ってくるよ、さ。ホイコーロー弁当。ホイコーロー弁当ってあんの？ちょっと待ってね。オリジン？いいね、ありがとう、オリジン。ホイコーロー弁当。ホイコーロー。え、お寿司がいい？のんちゃん。うん。どっちでもいいや。和道さん決めて。なんか寿司って気分じゃない。俺蕎麦食いたいんだけど、俺蕎麦茹でようかな。どうしよう。おばくみてえな。和田さんは優しいよね。え、和田さん優しいかな、俺。うん、何がいいかな。寝たら大変だけど、うん、グースがグースが言うから。どうしよう、どうしよっかな。どうしよう、うん、ラブラブだよ。エッチは秘密です。エッチの話は秘密です。何がいいかな。出前感みたいなないの。出前感、なんかグッとくるもんがないんだよね。中華とかさ。中華とかいいね。出前感。いいね、ありがとう、ナイス。本当に付き合ってるよ。1時間ぐらいかかるよ。1時間半とか。お腹すいたでしょ。うん。パッと買っちゃわない。うん。いろいろあるんだね、出前の。やっぱ銀の皿も70分待ちとかだから。うん。弁当と、何が食べたいんだっけ。ホイコーロー弁当と、
ホイコーロ弁当だけでいい。他は入れない。入れない。うん。じゃホイコーロ弁当ちょっと買ってくるよ、俺。うん。ごめんね。飲み物は何がいい？デザートとか。大丈夫。大丈夫。寒い中、私は弁当を買いに行きます。弁当。なんだこれ。え？何？どうした？うん。どうした？じゃあほい、のんちゃん大盛りじゃないの？こんばんは。うん、大盛りじゃない。普通のね。うん。じゃあほい、唐揚げとかなんかシューマイとかなんかトッピングは？うん、大丈夫。こんばんは。飲み物は？飲み物。飲み物ある。あるの。うん。じゃあ俺ちょっと行ってくるわ。みんなのんちゃんよろしくね。じゃあのんちゃんが顔そっくりって言われてるよ。顔そっくりか俺。じゃあのんちゃんがやるよ。ノンタイム。ノンタイム。ノンタイム。タムタムさんいらっしゃい。いい子にしてて。はい。はい。いきます。うん。両方見ればいいんだ。下見ちゃダメだ。お父さんはお弁当買いに行ってくれました。うん、髪伸びた。お久しぶりです。とんちゃん元気になりました。風邪ひいてたんだけど、1週間ぐらい風邪ひいてました。たむたむお久しぶりです。久しぶりにのんちゃんの元気な声が聞けてよかった。ありがとう金魚姫ちゃん、ありがとう。うん、インフルじゃないからよかった。インフルは予防接種を受けてたので大丈夫です。ボンちゃんもありがとう。あちゃんもありがとう。同棲じゃないよ。のんちゃんはね、お金持ちじゃない。のんちゃん仕事してません。もぐりさんありいらっしゃい。あやちゃん、あやちゃん、結婚は考えてないです。あちゃんかわいい、ありがとう。わるちゃんが浮気したらどうする？チンチンを切ります。わるさんが生っぽじゃないよ。翼ちゃん、チョキ。ワドさんのチンチンは3センチ。これぐらい。でかいクリトリスぐらい。うん、コンタクトするときあるよ。
今いないから、秘密。延長しませんか？延長しませんか？これなんで？はい。はい。ん？あ、あれ、あ、マッキツオさん、あ、わ、うわ、ありがとう、みんなアイテム、風船ありがとう、ナイス、バーガーナイス、延長ナイス、ありがとう、ボンちゃんありがとう。わざちゃんじんちおいちおいちよ。あの時のきゆみちゃんハートありがとう。なんか曇ってるね、ここのところが曇ってる。なんか曇っちゃったんだ。そう、1年前はね、こうやってブスブス刺してた、包丁でここの枕を刺してた。和野さんは、マグロです。のんちゃん動かさないでって言って。あ、そう、ダウルで敷かないとね。毎日やらないです。シャカとペコはね、うんちしない。どのぐらいのペースかな？曇って、どんどん曇っていく。これはなんだ？どんどん曇っていくよ。これあれじゃない？結露みたいのじゃない？ちょっとね、こっちに避けて曇っていくよ。多分ね、内側が曇っちゃってるからね、内側が曇っちゃってるからできないの。ちょっと今ワゾさんがいないと。イッチの話はそこまでだ。ワズさん帰ってきたら拭いてもらいます。自分で配信して名義な、うん、うん、頼まない。青年がちょっとプレゼントしてくる。そうですね。年相の彼氏も いてもいいかもしれない。P 様、エッチなことばっかり言う。あ、ここの髪のね、この辺が北川景子かな。え、今日は質問ない？え？あ、10個、なんだ、あ、いいね、10個さん、ナイス！
のっちゃんお金出してないよ全然。のんちゃん経験人数はここだけの話ですが5人ぐらいです。のんちゃん売れるかな。ちょっとね年をいっちゃってんで売れないと思う。どれも？どれもって何？わあどんどん、あ、うわあ、わあ、うわあ、コメントが。色白じゃないですよ、これ多分ね。白いライトが当たってるから白く見える。あ、マーキゾーさんありがとう。バーガーナイス。ビラビラピンクだよ。乳首もピンク。いやん。前回の捨て頃より頑張ってます。クリちゃんもピンクです。しんじゃママのうち久しぶり久しぶり。別れても配信で、あ、うわ飛んでちゃう。付き合ってからは当人同士よ問題。ん？はお弁当、お弁当屋さんは近いです。作ってくれるのに時間がかかります。のんちゃんの配信絶対見てるよね。和藤さんより売れそう。そうかな。あんまりね、あのめんどくさがりだから配信つけるのが大変な。エッチな女の子トーク FC2 はよくわからません。うん、絵描いたらね、和田さんに写真撮ってもらって、ツイッターかな。暴力的なの無理なの。捨て頃見れない。あ、捨て頃見れないんだ。あ、そっか。でもそんなにね激しくないからね、捨て頃ぐらいだったら大丈夫だと思う。年を取るごとに釣り合いを可能性がどんどんなくなっていくんだ。30分1回延長って書いてある。釣り合いを得る。ホイコーローこれから食べます。のっちゃんは結婚しないからいいんだよ。あ、言葉の暴力も無理なのか。じゃあちょっと怖いかもしれない、捨て頃。うん、捨て頃出てる時の和田さんかっこいいよ。練習してる時もかっこいい。捨て頃はね、素手でね殴り合うっていう意味。なんかねヤクザの言葉みたいな。のんちゃん舐めるの、のっちゃん舐めるのね好きだよ。
のんちゃんはね、55歳になって別れを告げられたらもうね、新しい男は見つけよう、自分から見つけようとするんじゃなくて、もし55歳で出会いがあれば出会うと思うし、出会いがなければ出会わないと思うよ。え、しんちゃんママさん、ボクシングもプロレスも見れないんだ。じゃあちょっと捨て頃も厳しいですね。4時間も舐めたら顎が、わあ、なんだなんだ、あ、バーガーナイス、ありがとう、バイカーありがとう。のんちゃん、捨て頃会場で会えるよ。縁があれば誰かと添い遂げることもあるかもしれない。自分から探そうとは思わないかな。なんか出会いとかってなんか探して得られるようなものではないような気がします。これは寒くないです。これリスナーさんのプレゼント。そう、探していられるのはなかなかね、69はしないです。長く付き合ってたのってどれぐらい？長く付き合ってた人は5年ぐらい。ゴムつけないです。あー、曇ってるのがどんどん大きくなっちゃう。あー、もうどうしよう。のんちゃんもいいカップです。赤ちゃんは生まれないです。出会いは探しているもの。そうかな。どこに、あ、そうか、カメラの中を拭いてみ、これでもつけられなくなっちゃうんだろうね。うーん、中を拭いてみる、外も拭いてみる、でつけてみる。あれ、ダメだこりゃ。じゃあこれでちょっとやっとこう。ダメだ、なってもいいか。鼻水が出る。何歳ですか？48歳です。なしでいいよ。ダメだこりゃ。これダメだこりゃ。和蔵監督のチンコ、おいしいの。それは秘密。あ、こちらは綺麗、ありがとう。これはちょっと、ライトが当たってるから、ツルツルに見える。和蔵さんは生ポじゃないです。はい。和蔵さんの彼女です。ヒロさん、こんばんは。和蔵さんは最初生ポだったけど、
もう生ポはやめました。はじめまして、こんばんは。和田さんはちーちんは3センチ。仲良しですよ。今日変身だ、田舎のばあちゃん似てる。メイク配信はね、ちょっとね、メイクが苦手でいつも YouTube で研究してます。井川翔子さんがわからない、ごめんなさい。ふわふわさん、動いてる動いてる。和田さんは今お弁当買いに行ってくれてます。うん、あのね、オリジン弁当だから頼んでから作ってもらうのと、あとワドさんがコンビニに行ってるので、ちょっと遅くなってます。しんちゃんママさんありがとう。のんちゃん天使だって、ありがとう。のんちゃんも今度、手作り料理を和田さんに作って、付き合って2年半ぐらいかな。天使ありがとう。女性はある年齢を境にその価値はどんどん、もうね、なんだろうな、みやびくんには勝ちます。頑張って勝ってほしいです。もうある年齢っていうかね、もう48ぐらいになるとね、そういうなんかなくなるね。厳しいね。女性の売り時はもう27ぐらいだと思うよ。27ぐらいまでだと思います。それを境に、もう価値はないよ。そうだね、ある年齢層、まあ60歳ぐらいの人とお付き合いしてぐらいだったらちょうどいいかもしれないけどね。今まで結婚しようと思ったことある？ありますね。55、60、話は違うのね。そうか。和田さんは33歳。寒い。やばいよ今日、寒さ。うん。だっていろんなとこで雪降ってるんだよ。あ、雪降ってんだ今日。そう。すごい寒い。これはやばい、今日は。雪降ってんのか。うん。そうだね、60歳でも可愛い人いるしね。
手頃買っても結婚しないよ。のんちゃんはね、誰とも結婚しないの。多分70歳でも綺麗な人はいると思うな。なるほどね、男性の需要の問題ね。説教臭いやつ今。そう。優しい。子供はね、できないの。のんちゃんはね、あのね、子宮をね、取る手術をして、子宮を取ったから、子供はできません。のんちゃんはちょっと風邪ひいてる間にこれ曇っちゃうのよ、なんか曇本当だ、え、なにこれ曇ってるね、ちょっといけ、なんだろう。みーすけさん、こんばんは。あ、みーすけ、なんか届いたよ。あれ、なんだこれ。バドツー、そう、全摘しちゃったんだ。あれ、まだデリカシーのないやついんの？うん、違う、金魚姫じゃんもんね、ないんだって、うん、病気になって取っちゃいました。金梅ファイブってここにさ、取ったかな、ちょびっと。これね、最初ちっちゃかったんだけどね、うん、どんどん大きくなっちゃう。水で洗ったからかな。結露しちゃう。結露、うん、あれ取ってきた。あやんでるやちゃん、こんばんは。ピーピーっていうやつ。そう、これ、うん、食べよ。卵が爆発するよ、チンしたら。え、ダメなの？そうだよ、卵チンしたら爆発するんだよ。マジで？食べるよ。はい、タイマー、みんなありがとね。なんか閲覧増えてるね。これでいいかな。これで見える、みんな。バトさん、何したいの？これはなんか、のり弁、よいしょ、見える、食べようぜ、食べよう、はい、難しいね、配信は。配信難しい、閲覧、うん、俺より多いじゃん、食べよう、うん、ありがとう、うん、つまんで、はい、うん、いっぱいつなげてた。のりこはね、配信見るのは10年ぐらいやってるから、あの配信のことは金梅さんだ、本人、え、金梅さん、あのセゴロ頑張ってな、あ、本人、ラストのセゴロヤシ、え、ヤシとか言うの、金梅さん、本人じゃないでしょ、あれ、え、わかんないけど、違う、本若じゃないでしょ、偽物じゃん。金梅さん、ヤッシュとか言わないもん。ありがとう、ハートナイス、ありがとうね、ハートありがとう、うん、偽物だった。お弁当をいただきます。はいはい、俺はのり弁、特のり弁当。のんちゃんはホイコーロー。ホイコーロー。おいしい。うまい。うん。うん、いただきます。
天に増します花火師さん。花火師さんのおかげで今日も美味しいご飯を彼女と食べることができます。私和道は3年間花火師さんのおかげで美味しいご飯と暖かい部屋に住むことができます。鳥も2匹飼うことができるのは花火師さんのおかげです。花火師さんにはとても感謝してます。いただきます。花火師さんありがとうございます。いただきます。毎日やってるからこれ、うん、本当に配信者の鏡だね。本当ホイコーローが食べたかった。毎日してるよ。キャベツが食べたかった。キャベツが食べたかったんだ、うん、野菜が。俺特のり弁当、唐揚げとアジフライ。え、なんだアジフライかなこれ。卵、ちくわの天ぷら、唐揚げ、アジフライ。白身フライだね。白身フライか。うん。それも食べてよ。はーい。はい。いただきます。のり弁が一番うまい。うん。のり子が教えてくれたの。うん、なんだかんだのり弁だからっつって。うん。そうなんだよ。うん。この魚おいしいよね。うまいな。昔でかいの一匹だったけどね。うん。うん、うまい。うん。オリジンは作ってくれるからいいよね。うん。うん、利益全然出ないんだ。安い食い物を、うん、安くて美味しい食べ物を作ってる人が俺世の中で一番尊いことをしてると思う。うん、ご飯作ったり、うんうん、農家の人とあの定食屋さんとか、うん、すごい偉いと思う。偉い、うん、美味しいご飯。だってさ、ご飯いっぱい作るじゃん、儲からないじゃん。うん。うん、だからね、みんなの美味しいのために頑張ってる。うん。高級のり弁いくらそれ。うんとね、唐揚げがついてないんだっけ普通の方は。うん。え、何が違うんだっけ特のりと唐揚げだけだっけ。うん、うん、普通のは唐揚げがついて、あ、でもお魚1個だった気がする。お魚、いや2個だったような。これで450円かな、うん、500円いかないぐらい。おいしい。うまいね。それも食べてよ。うん、うまいね。うん、もう他弁が好きだからないんだよね他弁。うん、うん、出来たて、うん、年の離れた兄弟に見えるって。あ、今日のんちゃんメガネしてるからだねきっと。うん、うんうん、俺とメガネお揃いだからか。うん、
急便来なかった？うん、来た？来ない。来ない？うん、あれ来なかった？うん、なんでだ。今日は佐賀急便だけ。おかしいな。これリスナーさんからのプレゼントだよ、パジャマ。のんちゃん足出すの好きなんだよね、短パンが好きなんだよね。うん、のりこは無駄にセクシー、あの無駄にね、あのスタイルいいから。食べて。うん、うまいね。うん、うん、おいしい。一緒に食べるとおいしいね。うん、一緒に食べるとおいしい。うわー、ここに油とか、うん、食べよ食べよ、うん、食べよ。一緒にご飯食べたら美味しいよ。お寿司が食べたかった？うん、うん、どうぞ。ピー様、うん、エッチの話ばっかり聞くんだよ。明日も入れる？うん。じゃあ明日イタリアン連れてってあげよう。ほんと？うん。明日はイタ飯。イタリアン。うん。うん。超高級イタリアン。ゆんちゃん、ミラノフードリアが好き。坂上のサイズないの？炒め飯潰れたって。そんな、潰れたの？マジで？ごめん、イタリアンない。唯一のイタリアンが、行きつけのイタリアンなくなったって。あ、でもピザーラがある。マジか。ピザハラはイタリアン？あ、アメリカでしょ。アメリカン？うん。マジかよ。家近いんだ。ピーサも近所だって。うん。この辺にリスナー5、6人住んでんのよ。うん。食べるこれ。食べて。キャンディー？キャンディーってどこだ？知らない、行ったことないね、うん、キャンディーってうまい店あんの？もう坂上じゃなくて西新宿5丁目、坂上まで歩いて3分ん？キャンディー？何や？キャンディーってどこだ？パスタがうまいんだって。いいこと聞いたね、うん、今度行ってみよう。キャンティーのパスタね。サラダ食べたい。普段野菜好きだもんね、うん、うん、あ、いいね、オムライス。
え、オムライスの方がよくない？うん、ここ行こうよ、フランキーのオムライス、うん、オムライス大好き、うん、うん、フランキーのオムライスね、あ、うまかった。ごちそうさま。フランキーのオムライス。知らねえな。月いくら稼げたら満足？いやなんか分かんないよね。なんかもう多分底なしに金追いかけてたら幸せになれねえような気がする。なんかいくら稼いでもなんかこうなんて言うんだろう、もっと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 って言ってなんか幸せになれない気がしてるかな。それなりに生活していけばいいんじゃないかな。1日の食費600円とかだったからね、もともと。バー花火、あ、ありがとう、ありがとうございます。花火ありがとう。なんかもう今年のテーマは金追いかけてたら苦しくなったから金追いかけないがテーマかな。花火どんつきどんぴー。600円で生活保護だった頃は朝まず、あ、これ肉じゃん、のんちゃん、高級肉だよこれ。うそー、ほらみーすけ、これ高級肉じゃん、これみーすけからほら、あ、肉だ。27分で走ったからご褒美って。うわー、なんか神戸牛じゃん、ありがとう、うん、後で開封枠やるわ。よかった、早く肉がついて、やばいね、早く気がついて、よかった、早く気がついて、肉だよ、冷蔵で、早く気がついて、賞味期限4日だって。うわ、明日これ食う、うん、みーすけ、俺の名前間違えてる。うん、ありがとう。うわ、神戸牛、肉肉、こっちが先に届いて、もう一つの方が肉だぜ、のりこ。うん、なにこれ、神戸牛、肉の嫌いだって。やば、和牛じゃん。結構、これ二人分あるよ、多分。のりこの分も買ってくれたの？肉だぞ、のりこ。肉だよ、肉、のりこ。和牛だぞ、お前。和牛が来たぞ、のりこ。明日肉だ、のりこ。肉だ。ありがとう。これは、やば。食べないと。これ明日食べよう。肉だ、肉だ。ありがとうございます。ありがとうございます。マラソン新記録記念、そう、そう、28分を超えたら肉あげるって言って、うん、で27分出したの。うわー、うん、あー、全然全然、直接ドアノブにかけてくれたら全然ね、うん、近所だったら郵送費とか高いだろうから。なんかドアノブ先輩いなくなったよね最近、うん、昔はねドアノブにねよくなんかね食い物とかかかってたんだけど、缶詰とかさ、うん、その辺とか住所はツイッターに書いてある。俺住所ツイッターに書いてあるよ、うん、俺もう公開してるから自分からツイッターの住所書く欄に普通に現住所書いてあるから。あー、うまいね、ありがとうございます。ありがとうございます。肉だね、うん、肉だ。じゃあこれどうしたの、ぶっ刺したの、包丁で。そう、すげえな。わさー、
タバコうめえ。じゃあなんかちっちゃくなった、ちょっと見ないでちっちゃくなったね。美味しい焼き方ちょっとブログとか見ようか。うん、ありがとうね、みーすけ。うわー、和牛のこういうの初めて食う俺。でもワトさんさ、ウェルダンだからね。そうなん、あ、でもまあまあ、和風さんありがとう。和風さんありがとう。和風さんいっぱいありがとう。空まで飛びて。バカありがとう。バカナイス。わあ、ハイトもありがとう。いっぱい焼いてもありがとう。もういつもありがとう。もうありがとう。開封 YouTube 今日、うん、あれなんだよな、荷物なんで届かないんだろう。もう一個バーガーナイス、人魚姫ちゃんありがとう、うん、ご飯終わり、ごちそうさまでした。花火師さんはありがとうございました。今日も美味しいご飯をごちそうさまでした。あれか、要冷蔵、え、もう一個届いたのかっけ。んなんかね、みーすけ多分もう一個送ってくれて再発送したんだけどな。でも今の時間届いてないってことはダメか。歯ごたえのスキャで分からなかったら2種類入ってる。おー、おー、喧嘩はまあするけど、俺がすげえさっぱりしてる性格だから、もう一回俺怒鳴ったら忘れるタイプなので、喧嘩するっつっても配信のこと言われるぐらいしかない。それ以外ある？ない。俺があの、のんちゃんがニコ生、要はふわっちのアカウント爆発し、みたいなの爆発しちゃったことが一回あって、あと、なんだろう。要は俺のパソコンに触って怒られるか、企画のことにのりこが、女と絡むなって言って口出して怒られるか、それ以外ない。うん、え、まだ止まってるって。あ、そう。じゃあ、届いたけど、のんちゃんがお風呂行ってるタイミングかな。あ、そうか。うん。もう一回再配達かけるわ。俺明日昼間かな、昼間仕事かな、うん、だから忙しいねちょっと、うん、うん。喧嘩あんまりしないかな俺らは。ある？他に。うん、ない。ないね。すげえ仲いいよ。のんちゃんが焼きもち焼くから。そう、のんちゃんが焼きもち焼かなければ絶対に喧嘩は起こらない。ないよね。うん、うん、俺は柔らかい肉もが好きだな。やべえ、超嬉しい。あとあれだよ、ニンニからまた届いたよ2つ。何かな、何かな。のんちゃんが来ると元気が出てきた。坂本ペコも今日元気いいね。のりこがいるぞーっつって。本当？うん。俺はね、放送のこと口出されなければ、仕事のこと系口出されなければ、なんでもいい人の。それだけダメだね、俺は。すげえ頭使うから、頭パンクしちゃうんだよ、俺が。こんばんは。お、久しぶりじゃん。あ、なんでも、あの、欲しいものリストも公開してるし、なんか、なんだろう。そうだね。米とかも送ってくれる人もいれば、あの、運動してるからポカリセット送ってくれる人もいれば、ポカリセットの粉を送ってくれる人もいれば、あと現金じゃないけど、アマゾンギフト券で好きなもの買ってっていう人もいれば、何でもありがたくいただいてるよ。うん。何でもありがたくいただいてる。ね。うん。基本。あんまり大量の食い物とか。いや、ビーフジャーキー。なんか、例えば農家の人だったら、なんか、ねえ、
米とか送ってくれたりとか、なんかその地元でこれうまいから放送とか YouTube で紹介してほしいとか、そういうのがいいかな。なんかなんかまつわるものっていうかさ、地元の私の家でこれやってんのとかさ、あと私地元でこのケーキ好きなのとか、なんかそうケーキっつうか、なんかわかるニュアンスか、うん、はい、こんばんは。こんばんは。ビーフジャーキーっていうか、のりこはスルメが好きなんでしょ、うん、好きなもの言ったら送ってくれるかもよ。ビーフジャーキーも好き。ビーフジャーキーも好き。じゃあもらえばいいじゃん、この人に。名前さん、名前さんくれるかもよ、うんうんうん、困る贈り物ってなんだろうな。生物って、生物腐ったら嫌だからね、うんうん、なんか保存食系は助かるよね。うん、鳥外に出すよ。出してみようか。ちょっとタバコ、ああ待ってね、一回火消してからね。出すよ、おいで。出るかな、はいはい、出る。で最近ね、カップルになってるからね。シャカペコ来た。あ、ペコ来た。ペコ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 、おいでシャちゃん、おいで。シャカシャちゃん来ないでペコ、嫌なの。あ、来た、はい、あ、来た。まず上に行った、はい、おいでペコ。あ、上行くの仲良し。あれ飛んでた。どこ行ったの。すごいペコペコ、のんちゃんだよ。はい、うん、久しぶりな。はい、シャちゃん。ペコ、久しぶり。こんな感じだね。毛生えてきた？相変わらずのお腹は。うんこした。うんこした。はいはい。ペコ、うん、ペコ。手乗りだよ。いで。みんな、これ、こっちがシャカ、メス、白文鳥。え、シャちゃん。シャカちゃん。シャカちゃん。美人だから。美人で頭がいい、メンヘラちゃん。メンヘラちゃん。こっちはね、パワー系ヤンキーのイケメン、イケメンペコ。エグザイル。頭はちょっと良くない。そう、ペコはのんちゃんお母さんだから、餌付けからしたよ、のんちゃんがね、うん、一生懸命育てたよね、ペコは、うん、ペコとシャカ、ヒナの時に仲良しになった、喧嘩しなくなったね。よし、こんな感じ、かわいいよ。はい、おいで。はい、こっち、こっちは、うん、こっちおいで。よし、かわいいぞ、イケメンだよ。じゃあオスだからくちばしがでっかくて綺麗な色。仲良し、仲良しになったんだよ。ただ恋人にはなってないけど、うんうん、仲良し、うん、そう、ペコはのんちゃんの言うことしか聞かない。ワドさん大嫌いだからね。またお前かっつって、痛い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 。はい、こんにちは、うん、うん、わたつ痛い痛い痛い、こんにちは。どこ行くの。ずっこけた、ずっこけた。なによ、自分でずっこけたんでしょ、人のせいにしないの。ピーって書いて、ペコペコ、かわいいでしょ。えれ、ペコ、もう5歳になるよ。もうあと2年ぐらいで死んじゃうね、シャちゃん。いや、だって純平均寿命7歳の、あと2年か、平均頑張って長生きすんだよ、シャちゃん。命は切ないね。ペコはね、まだまだだもんね、現役だもんね、うん、あ、竜族の末裔だよ、完全に。
もうほら足見てこないよ、恐竜じゃん。ほら恐竜だよ、恐竜。足見たらわかるよ、ほらティラノサウルスみたいじゃん。この獰猛さよ、こいつらがでかかったら勝てないもん、うん、やられちゃうよ俺ら。ねえ、寒くなってきた。寒くなってきた。りんちゃん、布団に入って猫になりたい。いいよ、布団入りな。よしよしよし、うん、どうしようかな、俺やることいっぱいあるんだよな。うん、うん、忙しい。忙しくはないけど、明日の準備とかしないといけないし、うん、明日企画の打ち合わせと明後日収録だから。そうだ、うん、準備しないと。よいしょ、はい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 。どうしようかな、向こう行こうかな。のんちゃん、うん、のんちゃんのトーク聞きたい、それとも、のんちゃんも無理だ。なんで無理だもん。何が無理な、無理無理。何が無理な、無理なの。のんちゃんは、みんなのんちゃんが絡みたいんだ。配信者じゃないから、のんちゃんはできないの。のんちゃんと絡みたいんだよ、みんな。のんちゃんはね、コメントで絡む。うん、のんちゃんとエッチなトークがしたいの。のんちゃんはエッチの話できない。のんちゃん嫌だって。して俺とまったりするか。よし、こっちで見ててあげるから。のんちゃんコメントすればいいじゃん。うん、よいしょ。よっしゃ、仕事だ、仕事、仕事が溜まってるんだよ。三菱本社で勤めてた人が会社での虐待ひどくて体あずだらけになってた人がまずかって思う。あー怖い。三菱でもそうなんだ、うん、のんちゃんはコメント勢になりました。俺の家7畳だよ、全然広くない。いや暴力はダメ、弱い人にね、俺自分よりも弱い人に暴力で対抗したりとか、暴力をちらつかせる人ほんと嫌いなんだよね。なんか嫌だよね。アメスピのオーガニックミント、オーガニックミントっすね僕は。いや嫌だよね、暴力はすげえ嫌だよね、気分悪いよね。アメスピのね、オーガニックミント、俺は。あー送ってくれんの助かるわ、オーガニックミント。あ、こまちゃんさん、あ、のんちゃんいなくなっちゃったか。うん、のんちゃんコメント書いてる。口でも同じだけどな、暴力も同じ。言葉はいいんじゃない。トリコアットマーク銀河さんや金魚姫さん、最近よくガム食べてるね。顎鍛えるため、捨て頃対策、顎打たれた時にずれないために。ユーアさん了解です。うん、顎鍛えてんの。
姫さんなるほど、肩がみしないようにね。うん、両方でね。型紙の癖あるから、それで顔がね、違うっていうのもあるんだよね。顔の大きさが。型紙ダメだね。企業イコールってわけでもないんだけど。金魚姫さんガムは神フライ法の歯で噛むと良いらしいよ。あ、そうなんだ。いや、今月ひどいね、ほんと。最低記録叩き出すな、これ。俺みたいなやっこの発言させてくれよ。え？加納妨害さん、なんとなくわかるっしょ。よくわかんないけよりタッチ悪くないでしょ。ヤクザの方がタッチ悪いよ。そりゃそうだ。芸能人さん、のんちゃんの方が話しやすい。なんだよ。俺の枠だよ。わらわらわら、のりこを返せ、俺たちののりこを返せ。のんちゃん元気だね。のんちゃん元気。よかった、のりこ元気出て。ボンタン風船を20個プレゼントしました。あざーす、あざーす。銀河さんありたいす。ボンタンバーガーを2個プレゼントしました。竹中半兵衛さんはドゥーサーン、こんばんは。こんばんは。ボンタンハートを2個プレゼントしました。
コアットマーク銀河さんアイテムアリザイス。アリザイス。芸能人さんのんちゃんに風船入って。わあ、ありがとう、芸能人さん、のんちゃんに。ありがとう。俺に入るけどな。残念でした。まあ、ニコイチだからね。ニコイチだから。俺とのりこは。匿名係長ただの花火師。わあ、ありがとう。祝いにならないに。ありがとう、匿名さん、ありがとう。のりこアットマーク銀河さんどんちき。ドンタン花火ドンチキ。サムサムさんどんどんドンチキどんどんドンチキ。どんどんドンチキどんどんドンチキ。どんどんどんつきどんどんどんつき、うん、トントントンカツトンってのがあったよね昔。タムタムさん爆笑ゴートアスタリスク。はい、ワドツ。ホルムレンさんバーガーをプレゼントしました。バーガーナイス。金魚姫さん、のんちゃんの声もマイク拾ってる。あ、そう。高性能だね、結構ね。すごいね。明日の撮影が。こうバタバタしてるな。忙しいのはいいことですな。需要があるってことだもんね。忙しいのは需要がなくなったら終わりだもんね。うん。金魚姫さんそうだね。うん。てんやわんやしてますよ。企業案件がね4つぐらい溜まってる。企業案件がね4つぐらい溜まってるんだよね。大変バタバタ。金魚姫さんそんなに。うん、4つは溜まってる。アットマーク銀河さんここです。今日が26か。
46。結構バタバタですよ。日報終わりと、金魚姫さんタイトルがカップル配信だから今来た人は彼女さんはすられたのんちゃんは後ろです。マナナさん冗談で1点なら口56すぞ。お前の顔とサムネのチョンみたいな顔が一緒なんか。みたいな感じ。とつまきでもやろ。動画あれか、再配達申し込まないと。っていうか、これさ、郵便ってさ、これ取りに行けんのかな？郵便局に？うん。電話しないとダメって。うん。取りに行けないのかな？取りに行けるんだったら今取りに行っちゃってもいいんだよな。新宿郵便局、不在票ではなくて追跡でやってるね。いや、なんか郵便、あの、なんだろう、新宿郵便局、新宿郵便局って何時までやってるんだろう。24時までやってるね。取り行く？あ、寒いからやだ。もう忘れてたわ。
どうしようか。何やる？暇になったよ。どうしよう。何しようか。サンバーガーの上に羽織るコートかジャケットとかないの？ないんだよね。カノーモーガイさん、サンドだよ。サンド？それは寒いわ。何も持ってないんだよね。カノーモーガイさん、ぬくぬくしといて。ボンピさん、それじゃあ寒い。寒いよね。いや、凍えるよ、外。異常に痛かったもん、寒くて。寒くて痛かった。なんかとつまつでもやる？何がいいかな？昨日ひたすらギターの練習してたわ。ライダースはサムスはね、あんまり変わらないんだよね。あの暴風は強いんだけど、あったかさはないんだよね。ライダースあるよ。とつまつやる？何やる？どうしようか。暇。金魚姫さん中にヒートテック着るだけでも違うよね。あ、まあまあ全然違うだろうね。あの薄いやつを何枚も重ねた方が防寒にはなるらしいね。空気の層ができるから。何やろうか。寒川だから上にそれ着ればいいね。うん、カラオケ行きて。もっこりさん、嫁は？嫁は後ろで寝てる。たむたむさん、カラオケわら。カラオケ行きたいな。姫さん、寒いよ。寒いか。土曜日だからいっぱいじゃない？ギターの練習枠やったらダメ。ギターの練習枠。ギター練習したいな。超絶ハズレ枠やっていい？超絶ハズレ枠。ギター練習という超絶ハズレ枠。なんかげんちゃんが作ってくれた曲あんじゃん。あれ、うん、あれを練習したいんだよね。コメントに困る。いいんじゃん。なんかこうすれ、なんかじゃあギター練習枠にするわ。サムサムさん、うん。じゃあ一回落ちます。パソコンに切り替えます。オツです。ありがとうね。